こんにちは、のぶです。では、348日目、左足のニーストールチャレンジ、10秒ということで今日もやっていきたいと思います。また噛んじゃいましたが、で昨日は左足の方でこういう状態にするか、それともちょっとこう曲げるかでやってみたんですけど、まああんまり変わんなかったですね。こうやろうが、こうやろうが、で、まあどうなんでしょう。ちょっとまだわからないんですけど、まあ今日もね、引き続きちょっと試していこうかなと思います。で、あとは軸足の右足がやっぱりこう何ブレブレ、全然安定していないっていうことで、こう何もないと普通に立つんですけど、こういざこうボールを乗っけるとこうふらついちゃうっていう、この症状があります。ね、でどうすればこうふらつかないのかっていうところなんですけど、やっぱり膝をちょっとこう曲げた状態にしてやるといいかなというところですね。で、あとはまあ腕とかも使って、バランスを取りたいかなと思います。というところで、まあ喋ってないでやっぱりとにかくやることだと思いますので、早速いきます。左足をこうやってみます。こういうの安定するかな。こうだと、なんか安定しませんね。